市内の川柳グループを主催する川俣京子さんの句を刻んだ石碑が山形町の海前地に建立され、20日お披露目されました。この日は句碑が建立された海前地で除幕式が行われ、川柳を作った川俣京子さんをはじめ川柳グループの関係者などおよそ40人が出席しました。そして海前寺の薬師寺貫水住職が読経した後、出席者代表の6人が綱を引いて除幕し、句碑がお披露目されました。2、1、どうぞ。スケールの大きい、ふるさとへの愛にあふれたことを存じます。このようにたくさんお集まりいただき川柳を作った川俣京子さんは、中央公民館を拠点に活動する今治潮風川柳社の顧問で、主催する時和川柳グループでは9つの教室を立ち上げ、現在6つの教室で5歳から90歳までのおよそ120人の生徒を指導しています。今回は多くの人に川柳に親しんでもらおうと、川俣さんが檀家であり菩提寺でもある海前寺に句碑を建立することになりました。石碑に刻まれた川柳は、美しい人よ山河よふるさとよ。文字は川俣さんの長女川北真理さんが記号しました。この除幕式の不比なんですけど、美しい人よ山河よふるさとよ、この句は全国紙の川柳マガジンの秀句に選ばれた句でございます。私の主人は転勤組でして、西条から入川、大分県の別府、熊高原町とかいろんなところに転勤させてもらいました。どこに行きましても今も続いておりますが、人様に恵まれずっとお付き合いさせてもらう人が何人もいらっしゃいます。人も美しい、そして今私は今治に住んでいるんですけど、西条の石筒さんはじめ、大分県の別府のきれいな海、また煙が上がるなんていうか温泉地帯の硫黄の匂いとか、どこに行きましても山河はとても美しゅうございます。そしてどこも思い出せばみんなふるさとでございます。私の一生の中にはいろんなふるさとがあるのですが、どの地域もみんな私を温かく迎えてくれ、人もそれぞれが大変豊かな人ばかりに恵まれたと思っております。皆様のご協力があってこの句碑は出来上がったものでございます。今後とももしこちらに来る便がございましたら、美しいふるさとや山河や人は皆様の心の中に住んでいるのではないかと思います。それらを思い出して、これからもどうか川柳を続けてくださいますように、そして楽しんで良い人生、楽しい人生だと思えるような日々を過ごしていただけたら大変ありがたいと思っています。どうもありがとうございました。お世話になりました。今後ともどうかよろしくお願いいたします。ありがとうございます。心からお祝い申し上げます。この日は今治潮風川柳社の前会長の村田文子さんから、今ここにでんと座った句碑が川柳人の誇りとして永遠に愛されますよう願い、京子さんのますますの活躍を期待していますと祝辞が送られたほか、花束の贈呈もあり、集まった人たちは改めて川柳の魅力を感じながら句碑の完成を祝っていました。皆さんありがとうございます。こんな美しい、はい、笑顔お願いしますね。じゃあ撮りますよ、はい、お願いします。